にちは、アムルです。今回もナレーションを務めさせていただきます。素晴らしいホテルを全力投球で紹介しますので、よろしくお願いします。連休を使って2泊3日のフラノ美瑛旅行に来ました。初日はフラノに宿泊、行った日はあいにくの雨。北海道のへそ、富良野の北の峰に向かいます。本日の宿泊はここワイナリーホテル&コンドミニアム一花。いきなり晴れの映像ですが、これがホテルの外観です。駐車場は少し離れた場所にあり、車を止めた後2、3分歩きます。夫さん、駐車場からとぼとぼ歩いてホテルに到着。大きな看板はなく、入り口に名前が書いてあるだけなので、車で来るときちょっと迷いました。自動ドアを2枚くぐりフロントへ来ました。チェックインを済ませ、荷物を部屋に置いたらそそくさと出かけます。15時50分からの無料のワイナリーツアーに向かいます。ワゴン車で送迎してくれるので、ただ乗るだけです。ワイナリーは車で7、8分の中富良野にあります。ドメーヌレゾンに到着。こちらの施設はワイナリーにカフェ&レストランが併設。みんなでゾロゾロ入っていきます。ワインで受賞した賞状が壁に飾られています。ショップがあって、ここで製造されたワインが販売されています。一花宿泊者にはワインを買うとサングリアワインをプレゼントしてくれます。一花のスタッフの方からワイナリーについての説明があります。説明を聞き終えたら外へ行きます。ここには子ヤギがいるはずですが、雨降りなのでいませんでした。雨でなければ子ヤギがいっぱいいます。こんな風にミルクや餌やりの体験もできるんです。ヤギは草を食べて除草の労力を軽減。さらに排泄物を堆肥にしてブドウを作るために使用します。こちらがブドウ畑。冬の自然環境の厳しい富良野では、いろいろ努力をされてブドウを栽培しているようです。ブドウ畑を見終わったらワイナリー見学へ向かいます。建物の中は樽やタンクがいっぱい並んでいます。ワインの製造過程についての説明を受けます。壁にも製造の工程が示されていました。コルクには高いワインだけヤギが描かれています。約30分のツアーを終え、ホテルに戻ります。ホテルに帰ったら、そのままワインの試飲会に向かいます。場所はレストランカンザ。静かに座っていることを示す言葉。なんと10種類ものワインを無料で試飲できます。もちろん先ほどのワイナリーで作られたものです。親切にワインの種類と説明も配られます。まずは白のメリメロブラン。一杯の量はそれほど多くないのですが、10杯飲むとグラス1杯分くらいになるらしいです。白が多いのですが、赤ワインもあります。そしてちょっと珍しいオレンジワイン。その名の通りオレンジ色をしています。白ワインは
白ぶどうの果実の部分だけを使いますが、このワインは果皮や種子も一緒に漬け込むのだそうです。部屋の撮影の前にちょっと酔っ払いました。エレベーターで3階へ行き、今日宿泊する304号室へ。客室はスタンダード、スーペリア、デラックス、スイートの4タイプ。夫さんと妻子さんが泊まったのはデラックスハリウッドツイン。キッチン、バルコニーを備えるラグジュアリータイプ。こちらがリビングです。リビングから右の方に回ってみるとベッドルームがあります。リビングにはロングソファーとテーブル。天井は吹き抜けになっていてとても高いです。ソファーの横には加湿機能付き空気清浄機も常備されています。ソファーの方から振り返るとテレビがあり、天井では素敵なシーリングファンが回っています。テーブルの上にはおしゃれに置かれたチョコレート。吉祥寺の有名なチョコレート専門店プレスキルショコラトリーのものです。テレビは比較的大型のもの。下の引き出しにはケーブルやアクセサリーケースなどが入っていました。入り口の方を見るとクローゼットや冷蔵庫が見え、その横にはコンドミニアムだけあってキッチンが完備されています。 IH 調理器やケトルもありました。クローゼットの中には消臭スプレー、そしてセーフティーボックスがありました。冷蔵庫は2ドア式、冷凍室は空っぽです。冷蔵室にはサービスの水が2本入っていました。冷蔵庫の上の棚を開けるとバルミューダのトースター、その上にはワイングラスやお茶のセットがあります。キッチンの下の扉を開けると料理に必要なものが入っていました。こっちには鍋やフライパンもあります。引き出しにはカトラリーも。キッチンの上の扉には食器類がありました。リビングの窓のカーテンは電動で開きます。この部屋はバルコニーも備えています。ちょっと出てみます。十勝岳連峰が望めるはずですが、あいにくの天気でこの通りです。そしてこちらはベッドルームです。寝室にも壁掛けのテレビがあります。ベッドはシモンズ社製、ぴったりくっついたハリウッドツイン。枕元に USB ポートやコンセントがあって充電に便利です。ベッドの上に置かれた館内着はレストラン以外で使えます。入り口の近くの扉を開くとパウダールーム&バスルームがありました。洗面台のシンクは一つです。上に置いてあるこの箱なんだろう。初めて見る CO ビゲロウのアメニティ。洗顔フォームやローションなどが入っています。ニューヨーク創業のブランドで女性俳優のエマ・ワトソンも愛用しているそうです。
歯ブラシや櫛などのアメニティも高級そうです。ドライヤーは初めて見るビダル・サスーン。タオルやバスローブも用意されていました。奥の方にはバスルーム。シャワーは固定式と可動式の2つがあります。シャンプー類もやはり CO ビゲロウ。使い心地がとっても良かったです。トイレもおしゃれな作りでした。フロントにやってきました。フロント横ではチョコを販売。部屋にあったプレスキルショコラトリーのものです。奥に進むとライブラリー&ラウンジがあります。薪が積まれていい雰囲気。ライブラリーにはフラノにまつわる本や絵本。窓から景色を見ながらぼーっとできるのも良いですね。向かい側が食事を食べるレストランになっています。無料のコーヒーや紅茶があります。かわいいヤギのミニチュア。ラウンジの隣には売店があります。自社製のワインが販売されています。オレンジワインも売っていました。冷蔵庫の中には冷えたワインやフラノチーズ、ビールやメロンもありました。部屋にあったCOビゲローのシャンプーが販売。そしてけん玉も。外人が買っていくのでしょうか。入り口横では自由にワインを飲むことができます。おつまみに高級そうなチョコもあって最高ですね。アップルやブドウのジュースも飲めました。エントランスの近くにはこの時閉まっていましたが、スキーロッカーがあります。スキー場がすぐ近くなので冬は活躍しそうですね。1階を客室の方に向かっていきます。ここを曲がると左には無料のランドリーコーナー。お茶やレモン水、水のサーバーも無料で使えます。電子レンジやズボンプレッサーもあります。近くでは熱気球体験をやっているようです。パンフレットも置いてありました。喫煙スペースもありました。奥の方には大浴場があります。こちらの大浴場、温泉ではないんです。でも浴槽は大きくてゆったりできました。タオルは置いてあるので部屋から持ち出さなくても良いです。化粧水類はポーラのアロマエスゴールド、ドライヤーは小泉。コットンセットもあったが、なぜかブラシはないのでご注意を。ホームページにビールの販売が書いてなかったので、入浴後自分で持ってきたプレモル飲みました。夕食はレストランカンザで。テーブル席へと案内されました。ワインの試飲会もここでやりましたね。ワインに合う料理が出てきそうでワクワク。メニューはこの黒板に書いてあります。
どのような料理なのか最初にシェフが説明してくれます。野菜や果物はシェフが地元農家から直接仕入れるこだわりよう。パンと前菜が出てきました。わあ、すごい。前菜といってもほとんどメインといっても過言ではありません。どんなものがあるかは左の上に書いておきますね。おいしそうです。山荘をイメージした空間でビストロスタイルの旬の食材をいただくのがここのこだわり。右下の方は野菜が中心。こちらもまとめて書いておきます。反対側から見るとこんな感じです。まずは2人ともスパークリングワインで乾杯。コンフィは串がついているからすぐに分かりました。エゾアワビ肝ソース添え最高。サクラマスの皮のパリパリ揚げ、酒のつまみにいいです。鴨や豚の肉も美味しいです。夫さんはワインのペアリングセットなので、スパークリングワインの次は白ワインが2種類、ソービニヨンブランとミラートルガウ。さらに前菜を食べ進めました。前菜だけでも結構お腹膨れます。さていよいよメインディッシュ。肉は道産牛ヒレ赤ワインソースと神フラのポークの赤ワイン煮込み。魚料理は羅臼産青ソイの包み焼き。包みを外すとフラノ産バジルソースが、わあ綺麗。メインディッシュの完成です。ペアリングセットの最後はピノノワールを使った赤ワイン、ライトボディのワインです。肉も魚もとっても美味しくてワインと合います。最後はフラノフルーツのプレート。これはブランビルという黒ぶどう品種で作った白スパークリングワインとメロンのグラニテ。そしてイチゴのパルフェ。ブルーベリーチーズタルトとフラノ牛乳のブリュレ。最後は赤肉メロン。メロンを食べると口がかゆくなる妻子さんのは代わりにイチゴ。フラノの肉、野菜、果物、そして北海道の魚、食べ尽くしました。美味しかった。ごちそうさま。スタッフの方からファーム富田の駐車場が24時間やっているとの情報を聞き、朝食前に行くことに。早めの就寝。朝5時半くらいにファーム富田に到着。駐車場はまだガラガラ。ラベンダーがほぼ満開でした。お花畑も綺麗です。この時間帯に行くと、とてもゆっくり見ることができます。ファームと見たについては別動画で詳しく解説しています。7時頃、駐車場に戻ると結構車が止まってました。帰り道、ホテルの横の道を少し登ったところに気球がありました。
朝食はレストランカンザでビュッフェになります。まずは飲み物、牛乳は3種類、オレンジ、グレープフルーツのジュースにグリーンスムージー。牛乳は豊富、富良野、美瑛の3種飲み比べ。ミルク好きにはたまりません。サラダは地元農家の新鮮野菜、ドレッシングも種類豊富。こちらにはソーセージ、皮付きポテト、グラタン、手羽先焼き、富良野野菜の海鮮蒸しもあります。隣には焼きたてパンのコーナー、クロワッサン、バターロール、ミニチョコレート、バケットなど、かなりの種類があります。マフィン、タルト、キッシュなども。その下にはちょっとしたおかずが並んでいました。料理長特製ゴロゴロ具沢山あったかスープは5種類、ワインカレーやポークシチューは絶対食べたい、コーンスープやトマトスープもあります。ご飯は7つ星を使用。こちらは漬物コーナー、昨日食べた摘果メロンもありました。サラダは漬物の下にもありました。ヨーグルトにはマンゴーやパイナップルをトッピングできます。料理長手作りのジャムバー、青トマトのジャムが美味しかった。ジャムの上には紅茶のコーナー、3種類が楽しめます。隣にはコーヒーマシン、デザートコーナーには抹茶ムースやコーヒー牛乳ゼリー、パンナコッタやババロアもありますね。メロンが大福になったら美味しいのでしょうか。こんなにもらってきました。どうですか、美味しそうでしょう。まずはグリーンスムージーをごくり。これがまた美味しいんです。いろいろ美味しいものあったけど、やっぱり朝はカレーですね。ワインカレー美味しいです。それにしても撮影しながら食べるのは結構難しいです。朝食も地元の新鮮素材を満喫できました。部屋に戻ってバルコニーから外を見たら、今日も十勝だけあまりはっきり見えない。観光で忙しいのでコーヒーを飲んで出発。ワイナリーホテル&コンドミニアム一花、自社生産のワインを飲みながら地元の新鮮素材を使った食事を楽しむ。また夏は富良野、美瑛観光に好立地、冬はスキーができ一年中楽しめるホテルでした。楽天ポイント20倍プランで 14,214 円分ポイントバック、実質ドリンク込み 65,746 円で宿泊できました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントもお待ちしております。